昨日の続きを話します。昨日の動画を見ていない人はまずは早送りだけど、こちらをご覧ください。なぜか現在オンラインの販売はありません。なぜなのでしょうか。インパしてもオンラインは使えないらしい。どういうことでしょう。皆さんどう思われますか。転売対策なのかな。確認を取ってみると意外な回答が。現在お菓子がオンラインだけになって発送も2週間かかっておりまして、オンラインの発送が遅れています。発送が遅れているので絵とぬいぐるみのオンラインの販売はしておりません。オンラインの発送はしておりません。お菓子の影響、発送の遅延、これが原因だったのですね。絵とぬいぐるみはパークで現在1人3個まで購入可能です。販売場所はディズニーランドはジャグファクトリー、グランドエンポーリアム、ディズニーシーはスリーピーホエールショップ、アグラバーマーケットプレイス。オンラインで買えないのですが1人3個です。それにしても気になるのは、初日にプーが亡くなった時にパークのキャストさんが再販ありますからと言っていたこと。これって早すぎませんか。ということは、初日に販売する絵とぬいぐるみが全部間に合わなかったってことかな。今世界的に海外から来る物流が遅延しているからではないでしょうか。ここからは想像の話だけど、初日から販売していくぬいぐるみはもっとあったんじゃないかなと思います。なので今再販してるっていう数はあくまで予想なのでご了承ください。1月12日でもエトヌイバはまだまだたくさん販売しているようです。夕方になってもたくさん目撃情報があるようなので、再販というより12月24日に販売分が遅延していたのかな。多くの人が買えるといいですね。はい、次の話です。エトヌイバはオンラインは使えませんが、明日販売のあれはどうなるのでしょう。もしやダッフィーのグッズはオンラインが使えなくなるのですか。1月13日に東京ディズニーシーで発売するダッフィーのワンダフルボヤッジ、問い合わせしてみると、ダッフィーグッズはオンラインの販売はあります。ただしオンラインになると発送に2週間ほどかかりますので、と回答いただきました。明日販売のダッフィーグッズオンライン発送だと。これは毎日のアプリからの予想だけどね。1月19日以降の発送になるんじゃないかな。オンラインの発送の遅延はかなり深刻になっていますね。発送の遅延といえば気になるのはお菓子ですが、私が特に気にしているお菓子は、そう、バレンタインのお菓子。実はこんなことがあったんですよね。バレンタインといえばフラッグシップ東京のゴディバミッキー、あの出来事覚えてますか。ディズニーフラッグシップ東京、ディズニー&ゴディバ、これが今日12月24日から先行発売されます。売り場はこんな感じ。アプリで予約だけど全然混んでなかったです。見てください、お一人様1点限りのゴディバミッキーです。シー国星、こちらも1個だね。チョコレート買うともらえる紙袋、めちゃめちゃ可愛い。裏もめちゃくちゃ可愛いですね。ハンカチも可愛いですね。左側にある携帯ホルダーでしょうか、チョコだよね。可愛い。売り場にいるだけでチョコレートを食べてるみたいな気分になります。だいたい商品の裏側を見たんだけど、シー国星が
多いみたいですね。チョコレートはゴディバだからね。容器とか袋とかプラスチック製は申告。で、今回届かなかったものがあるのね。キャストさんに聞いたんだけど、このマグプレートが売り場にないの。めちゃくちゃ可愛いよね。聞いたところによると、前日から全然届かないんだって。今後もどうなるかわかんないって、未定なんだって。また物流問題発生してるのかな？世界の物流、どうなってるんだろう。このプレート、1月11日に発売となったんですよ。そして、オンラインは5分で品切れに。発売まで、遅延で2週間かかりましたね。これは、フラッグシップ東京の話ですが、パークでも、バレンタインの新発売がありますよね。ディズニーファンには、バレンタインのお菓子が、掲載されてますよね。アソーテッドスイーツ1500円。パークシーンを描いたレトロなデザインの缶に、バウムクーヘンが3個、プレーン、チョコレート、プラリネが各内側クッキーが7個、バター&ストロペリー、紅茶&バター、カシューナッツ入りが各1個、キャラメル4個入り1袋が入っています。2022年1月20日販売予定。2022年1月20日販売予定。クッキー900円。お花摘みを楽しむミニーが素敵なお花をミッキーにプレゼントしようと、ブーケを作っている姿を描いた上品なデザイン。バター&コーヒークッキー。チョコレート&ラズベリークッキー、バター&ストロペリークッキーが各5個入り。2022年1月20日販売予定。2022年1月20日販売予定。キャンディー500円。ミニーへの花束のプレゼントを用意して、ちょっぴり恥ずかしそうなミッキーと幸せそうなミニーをデザイン。ミルク味チョコレート入りのキャンディーが6個入っています。2022年1月20日販売予定。2022年1月20日販売予定。これは1月20日に販売予定ですが、こちらは間に合うのか聞いてみることに。お菓子、1月20日にはパークで販売ありますか？1月中旬を目指して売り場での販売予定でしたが、中旬も難しく1月20日もわかりません。と回答いただきました。おや、ここである疑問が。もしオンライン販売が続くのであれば、2月14日に例えば自宅に届く設定で逆算すると、最低でも1月30日までにパークで購入しなければ、バレンタインの2月14日に間に合わないような。このバレンタインのお菓子はかなり大変なことになりそうです。それでは今日の情報はここまで。まだ登録していない人は、新しい情報がありますので、登録をして、ベルマークチーンを設定してくださいね。コメントも待っています。それでは次回まで。